辰巳選手と則本投手にお話を伺います。まずは辰巳選手、貴重な勝ち越しのホームランを打ちました。振り返ってみてどうでしたか？そうですね、則本先輩が、頑張って投げてたんで、なんとか一本、先頭で出てくれって言われてたんですけど、まさかホームランになるとは思ってなくて、まあ、いい結果が出てよかったなっていうふうに思います。今シーズンは守備や走塁だけじゃなくてバッティングも好調ですけれども、その好調の要因どんなところですか？まあ、そうですね、要因、則本さんに去年散々あの守備の人守備の人言われて結構頭に来てたんで、今年は打撃の方でも、見返してやろうというふうに、思ってやってます。則本さんの言葉がかなり力になっているというところですか？そうですね、まあ、先輩じゃなかったらちょっと泣かしたろうかなというふうに思ってたんですけど、まあ、大エースなんで、今日は2人で、ヒーローになれて、すごく嬉しいです。今シーズンは全試合で試合出てますけれども、昨シーズンとの何か違い変化感じますか？そうですね、試合前から、試合終わりまで、打撃コーチの金森コーチにはあのすごく付きっきりでやって練習してもらってるんで、まあ、そういうところも、恩返ししたいんで、そこが要因かなと思います。そして明日以降へ向けてお願いします。はい、守備の人で終わらないように、今シーズン走攻守の人で、ブレイクできるように、則本さんはじめ投手陣の方を援護できるようにやっていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。まず辰巳選手にお話を伺いました。続いて開幕から3連勝になりました則本投手です。改めて今日のピッチング振り返ってどうでしたか？前回よりかはね、あんまり状態は良くなかったですけど、その分丁寧に、投げることができたかなと思います。今日は三振2つで打たせて取るピッチングだと思ったんですけれども、内容としてはどうでしたか？そうですね、フォークをあまりコントロールしきれてなかったんで、その分他の変化球でカウント取りながら、コーナーついて抑えることができたかなと思います。7回までマウンドに上がったのは、あのあたりは、エースとしての選択、チームとしての判断、どういったところだったんでしょう？いや、6回終わってコーチに行けるかって言われたんで、行きますっていう感じで、本当はね、投げ切りたかったですけど、でもその後、しっかりと抑えてくれたんで、感謝します。これで開幕から3連勝、フォームなども変えてですね、今シーズンの手応えどうですか？そうですね、進化するために取り組んでいることではあるんで、今のところ順調に来ているかなと思うんで、このまま継続して結果を残していきたいなと思います。明日は岸投手も戻ってきます。明日以降チームへの期待をお願いします。はい、状態としてはね、いいと思うんで、隣にいるね、辰巳が打って走って守って大活躍してくれると思うんで、明日以降も期待してもらえたらいいかなと思います。ありがとうございます。則本投手でした。ヒーローインタビューは以上です。そして本日のヒーロー辰巳良介選手、そして則本隆弘選手には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。さあ、それでは勝利の儀式を、勝ち越しホームランを打ちました辰巳選手にお願いいたします。それではいきます。3、2、1、バーン。